東海第二発電所。東海第二発電所は、茨城県中郡東海村にある、日本原子力発電の原子力発電所。略称は、東に、現で、東海。日本発の100万キロワット級系水路。設置申請の関係で、別の発電所となってはいるが、実質的には、東海発電所と一体化しており、一つ切りの正門の看板には発電所名が、 閉気されている。付属の東海港は燃料搬入、搬出用であるが、隣接する原権機構本部、旧原検討会研究所と、旧道年東海事業所への物資陸揚げに使用されることがある。東海第二発電所の発電電力は、東京電力と東北電力に売電されている。また、売電割合は、東京電力が80%、 東北電力が20%となっている。2010年5月26日、原子力安全、保安院は、日本原子力発電より、東海第二発電所において、非放射性廃棄物を処理する排水管に、放射性物質を処理する排水管のご接続が一件、あった旨の調査結果の告げを受けた。給水加熱気ドレンポンプの軽装ラックドレン配管が、 ストームドレン系の排水管にご接続されていたものであり、当該景気の点検時にトリチウムが微量に含まれた水が排水されていたと得られる。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震により原子炉が自動停止した。常用の外部電源も停止したことから、非常用ディーゼル発電機3台を起動して、運転に必要な電源を確保したが、 津波によって、ディーゼル発電機用海水ポンプが故障したため、残るディーゼル発電機2台で、原子炉冷却に必要な電源を確保した。その後外部予備電源が回復し、3月15日0時40分、JST に原子炉水温度が摂氏100度未満の冷温停止状態となったことを確認した。その間は注水と水蒸気を逃がすための便操作の綱渡り的な、 繰り返しで、冷温停止までにかかった時間も通常の2倍以上であった。しかし、高さ6.1メートル、想定津波5.7メートルの防波壁に到達した津波の高さは5.4メートルで、工事中のため防波壁には穴が開いていた。その穴から入った海水によって、全3台の海水ポンプが水没、2台は水深が低かったためかどうし、 非常用ディーゼル発電機1台も停止した。原子炉は冷却し続けられたが、もう少し波が高かったら、すべての電源が壊滅し、福島第一原発と同じ状態になっていたという。日本原電は、冷却機能がすべて失われた、福島第一の事態になった可能性は否定できないと述べている。地震があった、同日の二千十一年三月十一日十一時五十分。 ところ、JST。現場機器の状態を確認していた、補修員が、複合建屋、非管理区域蓄電池室2バイトにある、ドレンファンネルからの一水を確認した。ファンネルは、図面上、複合建屋に隣接する、サービス盾屋1階の管理区域内にある、実験室散布に接続されていることが確認された、ことから、当該散布内の排液が非管理区域へ逆流し、 上映したものと判断した。その後、放射性物質を含む排液を放水口から放出した。東北地方太平洋沖地震の直接的な影響により管理区域外へ放出された事象ではない。また3月13日には使用済み燃料プール及びサイトバンカープールの一水が確認されている。なお、2006年に国の耐震指針が改定され、 2007年7月の新潟県中越沖地震、柏崎刈羽原発が被災した直後に、茨城県が2007年10月に出した津波浸水想定に基づき、東海第二発電所では対策を実施。冷却用海水ポンプを守るため、従来あった3.3メートルの防護壁に加えて、側面にも2.8メートルの壁を設けた。津波は5メートルと福島第一原発の半分。 以下だったこともあるが、ポンプや電源は一部浸水したものの、冷却を継続できた。津波対策を講じなかった、福島第一原発とは明暗を分けた。なお、こうした6.1メートルの津波に耐えられる、防水工事の完了は、震災の2日前であったことが、2012年2月13日、国の視察に合わせて、報道陣に公開されて明らかとなった。同発言書は、 東北地方太平洋沖地震で自動停止してから2011年5月21日定期検査に入り一部の危機が地震の影響を受けたことが判明したため現在健全性の確保と地震津波への緊急対策を追っている日本原子力発電は当初6月に燃料装填、8月上旬に 定期検査終了を予定していたが、2012年4月27日に原子力安全協定を締結している自治体に提出した2012年度の年間主要事業計画書は未定と変更した。この変更の理由は、ストレステストを提出していないこと、再稼働に慎重な姿勢の東海村をはじめとした周辺自治体の理解の必要性、国から再稼働要請がないことなど、 再稼働の見通しが立っていないことであると、日本原子力発電は説明している。東海村の村上達也前村長は、燃料装填について、再稼働に直結しかねず、拒否すると明言していた。日本原子力発電は、再稼働に向けて、ストレステストを一刻も早く提出し、関係自治体への理解を求めていく方針であるが、福島第一原子力発電所事故を受けた。 安全対策には未着工のものや工期が未定となっているものもある。東海村 JC 大臨海事故や福島原発事故、同種の事故につながりかねない東北地方太平洋沖地震の津波によるトラブルなどを経験し、近年地元では廃炉を求める声が高まっている。従来から原発に慎重姿勢を示してきた東海村の村上村長、当時は 半径3 0トル圏に約100万人が住むことや、運転開始から37年目を迎え、老朽化していることを挙げ、2012年4月に枝野幸男経済産業大臣に対して、同発電所の永久停止、廃炉などを要望する意見書を渡した。村上村長、当時は同月設立された脱原発を目指す主張会議の世話人を務めている。 2011年度は東北地方太平洋沖地震後の自動停止から定期検査に入ったことで同発電所が年度単位で一度も稼働しなかった初の年度となった。2011年度の茨城県や東海村の各燃料等を取扱税の税収が減少したほか国からの交付金も減少する見込みだが村には原発以外に原子力研究施設が多いため 運転が停止しても財政に致命的な影響はないと担当者は話している。つくば市議会と筑西市議会は2012年3月15日に同発電所の廃炉を求める意見書をそれぞれ全会一致賛成多数で可決している。また、脱原発を目指す市長会議の総会で霞ヶ浦市の宮島光明市長も同発電所の永久停止を主張した。 石岡市内には、同原発の廃炉を目指す活動を行う団体が5つあったが、2012年3月18日に、連携して、東海原発の廃炉を求める石岡地域の会を、発足させた。4月1日には、日立中市で、茨城県労働組合総連合などで作る、実行委員会が主催した、さよなら原発4.1大集会議に茨城が開催され、 三千人規模の集会となった。同発電所の再稼働中止と廃炉を求める署名を2011年7月下旬から県内14の市民団体が集め、4月に17万人超の署名を茨城県に提出した。なお、市民団体側はこの署名を橋本正知事に直接手渡す計画であったが、県側が日程が合わないなどと述べて実現せず、団体側は 知事は逃げていると批判した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。